さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アリョーナです。ちょっと顔腫れてますけど、今日はですね、石狩岳という山に登ります。2日連続の登山で、今日起きたのがね、2時です。で、今はね、6時18分なんですけれども、今日は日帰りで石狩に行ってきます。で、今日はなんとですね、私一人じゃありません。道民の方が4人も付き合ってくださるということで、今日はですね、5人で登っていきます。女子2人と男性2人ですね。あ、男性3人ですね。で、今ちょうどね、ここに地図があるんですけど、今日登っていくコースを紹介します。で、こちらはね、地図なんですけど、なんかね、長く縦走していくと大雪、朝日の方にも行けるらしいんですけど、あれ、我々の現在位置は今ここですね。ここがこのシュナイダコースの登山口なんですけど、ここは北海道三大急登らしいですね。で、我々はこの石狩まで行くんですけど、なんかこの周辺が結構全部人気でね、このユニ石狩に行く方も多いし、まあ、ここからこうやって入って、こう一泊で縦走していく方も非常に多いです。で、我々はここまで行って、まあ、時間があればちょこっとここの稜線切りなので、ここも少し散歩するかもしれないけど、まあ、一応体力見ながらでっていうことなので、ここまではまず行きます、ここのね、はい、という感じですかね。で、地図がね、本当に広くて、もういろんな山あるんですよ。これ大雪が、あ、大雪が、あ、白雲だけ、ほら、朝日乗ってるね、朝日も乗ってるから、一応全部つながってはいますけど、まあ、なかなかここからこう朝日の方まで行く人は少ないようです。でも歩こうと思えば歩けます。でですね、石狩岳は北海道の、まあ、有名な山で人気結構ありまして、200名山にも選ばれています。で、大雪山系には入ってます。大雪山時代じゃないんだけど、まあ、同じ山の、山脈にはなります。ではでは、ここからちょっとね、急登が続くらしいんですけれども、まあ、気をつけながらゆっくりと登っていきたいと思います。予報もいいので、まあ、稜線はすごい景色が見えるんじゃないかなとなんて思ってます。期待してます。では、ここはシュナイダ登山口って言うんですけど、このシュナイダの急登を登っていきます。出発です。アリョーナについて、平田さんは近い方について。はい、出発から数分ですが、まだまあ、まっすぐですね。ただし、あと数分すると、すごい急登になるらしいですね。一気に標高を上げていきます。今のところはね、穏やかだけどね。はい、というわけで、出発から1時間ぐらいなんですけど、標高が今1150、300メートル以上は上げましたけど、山頂がね、遠く遠くに見えて、皆さんもね、あれか、遠いなって言ってます。で、登山道は噂通りめちゃくちゃ急です。ただし、たまにはちょっとまっすぐっぽい箇所もあるから、まあ、そういう箇所で少しこう休みながら、はい、登ってます。まあまあ急で、稜線に出るまでずっと急です。まあそんな感じですね。で、今ちょっとみんなでプチ休憩してて、もう皆さん汗すごいからはい、汗が少しでも乾くように待ってます。ではでは、まだ稜線に出るまでがね、長い時間ですけど、頑張っていきます。はい、今ね、こんな感じで歩いてて、この急登の部分は半分歩きました。で、標高も 1200m のうち500ぐらいは上げましたけど、まあまあ苦しい登山道ではあります。ではでは、もう少し頑張っていきます。よいしょ。
まあ、少しねなだらかにはなりましたが、基本はキュートでずっと頑張っています。こんなところを今歩いてます。よいしょ。よいしょ。もうずっとねキュートが続いています。よいしょ。標高も1500近くまでは来てますけど、もうね枝がないとあと4足で歩かないと登れない箇所多くて、みんなで困ってます。でもね上に来れば景色もこう見えてきて、天気もねさらに良くなってきて、空の青さがすごいです。なので、まあ、少し苦しい思いしながらも楽しんではいます。稜線さえ出れば楽園ですしね。よし、あとね多分30分ぐらいこのキュートは続きますけど頑張ります。今ねここにいるんだけど、もうこれ分かりますか、もう人がこう見えるぐらい、もうちっちゃく見えるぐらいにさキュートすぎますよ。いる場所もこんな感じだけど、もう足をねじゃんここまで上げて、で今度こういう枝につかまってさ、よいしょ、こうやってね登ってます。ちょっとしんどいですね。すごいキュートです。すごいなこれ。あ、ロープあんだ。わあ、もうしんどすぎて珍しく私ももう歩きたくないという気持ちです。この傾斜、この傾斜だよ、壁だよ。石狩すごいね。うわ、頭ぶつけるし、もう辛いです、辛いよ。標高が 1700m です。景色がすごい、じじん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 。ここが石狩、もう近くなりましたね、やっとね。あと一瞬で稜線出れます。で森林限界来ましたね、ここでね。でこちらはね稜線までの最後の登りになります。ここ登っちゃえばあとは稜線上の穏やかな登りですね。ここはまだまだちょっと急ですね。でも登りはあと 30m です。今日本当登山日和ですね。これが本峰で、どっかここにね松明の中に道はあります。大雪がね見えてきた。まだこんだけ雪あるんだね。今は7月の中旬ですけど、まあそこはですね、多分朝日ですね、大雪の最高峰なんですけど、まだこんだけ雪があるとは思いませんでした。しかもこんだけ近くで見えるともね思いませんでしたね。で今いる場所が石狩の肩というんですけど、まあここも肩で稜線ですね。でこっち側に来るとこれがもう本峰ですね。なので石狩岳の本峰とそちらは大雪ですね。はい、もうねすごい、ここまではねすっごい辛かったんですけど、
頑張れてよかったわ、本当にもう最高です。ではでは少しここで一度休憩してから、まあ、このちょうど目に見えるんですけど、ここに道があります。これをね登っていきます。はい、というわけで明かりきつくて撮影も厳しいんですけど、今ねもう石狩の肩にいます。もうここからね一瞬で着くんですけど、めちゃくちゃいい景色で、こっちは石狩本晴れでね、あっちはね大雪で、もうむちゃくちゃ綺麗でね感動してます。今我々はちょっと休憩してて、みんな疲れてるからね、ここからもう40分ぐらいで着くんだけど、あちょっとね水分補給だったり、もうご飯も食べたりとかして、ああ危ないやつが飛んでる、やだやだ、どこだ、これなんか嫌なやつが、ちょっとだって手に乗ったもん、嫌なやつがやってきて、でももうどっか去ってくれました。まあ、っていうわけでね、出発から3時間ちょいかな、もうゆっくりしてて、でこの天気でこの景色だからもう言うことなしですね、これはね。はい、ではねもう少し休んで、もう少し頑張ります。ちょっとじゃあここからの景色をお見せしますね。ちなみになんですけど、これがもう一個の百名山で、じじん、もう槍ヶ岳のようにねこうやってとんがってますけど、これは2ペソツという山になります。で我々の道はここへと続くんですけど、これよく見るとね歩いてる人の姿が見えています。例えばこんな感じで、そこに、はい、先を歩いてる方がいますし、もうちょっと下行くと、うわまた何かに刺されそうになっちゃったよ、もうちょっと下行くと下ってる方もいます。あ、見えなくなってるけど、こっちかな、あれ、あ、いますね、はい、まあ、こんな感じです。よし、それでは我々は結構長めに休んだから、大雪を見ながらここをですね、この道をね一気に上がっていきます。もう標高差も200メートルぐらいしかないので、そうはかからないかなと思います。標準45分だけど、まあもうちょっと早めに歩けるかと思います。では360度カメラに切り替えます。Thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Oh, oh, I'll be your light. Ooh, be your light. Ooh, I'll be your light. Ooh, if it gets too dark. Oh, oh, I'll be your light.Too dark. Oh, oh, I'll be your light.
しいおかげでした。ありがとうございます。おいしょ。すごいな。あーすごいな。あ、これが山頂か。あれが最高地点だね。はい、というわけで我々は石狩の山頂に到着しました。時刻は11時15分とかですかね。で、後ろが大雪ですね。朝日岳を見ています。で、ここは山頂なんですけど、最高地点がもう少しだけ先のところにあります。ここから歩いて数分のところ、すぐそこって感じで見えて、なんかね、差は1メートルぐらいしかないけど、まあそこがこう最高地点として登録されてるから、そこにも行っていきます。で、ここまではまあ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 大変でした。急登やし、それなりに長いし、でもね、稜線に出るとね、もう疲れを忘れますね。稜線綺麗すぎるのと、今日は天気が良くて何でも見えてます。やっぱり北海道の自然って雄大ですね。もう何とも言えない、なんて表現すればいいかわからない。で、これで、三百名山が158座になりました。158ですね。半分以上行って、まだまだ長い道のりだけれども、とりあえず石狩岳山頂からの景色をお届けします。景色いかがでしたか。もう人工物一切見えなくて、今日一緒に来てくださる皆さんにね、皆さんどこに住んでらっしゃるって聞きたくなるぐらい。だってこっから見るとさ、もう山しかないんだよね。はい。でもうこの辺とかもさ、もう綺麗すぎて何とも言えない。もうすごいんですよ。はい。よし。でこっからね、あの最高地点に行ってくるので、ちょっと一度行ってきます。最高地点まで道のりもすごい綺麗なので写しておきます。では行ってきます。じゃじゃーん、石狩です。これめっちゃ重いからね、こう見えて。天気素晴らしくて何でも見えます。はい、ちょっとこれを戻して私で山頂ご案内いたします。ね、ここはね、大雪です。で、ここまで来るとそこがトムラウシで、あとはね、トカチとオプタデシケと、あとなんだっけ、シモホロ、この三角型がね。で、そこは、そこは石狩の最高峰とあって、で、ちょっと見えづらいけど、あそこにとんがっているものが、とんがっている山が、ニッペソツですね。はい、こんな感じです。いいでしょう。もう荷物はね、こっちの山頂に残して、皆さん疲れてるようなので、ちょっとね、このまま行ってきます。うわー、すごいなこの景色。ちょっとだけアップダウンはあるけど、本当に高低差はね、1メートルですね。単純な高低差だったら。ちょっとハイマツの中を歩いて歩いて、おいしょ、そこですね。あ、すみません、失礼します。よいしょ。ちょっと待って、ちょっと待って。
い、というわけで今は石狩の最高地点にいます。もう見るには景色すごいでしょ。感動してて、みんなにはね、もし自分の百名山作ったらこの山は決定だわって言ってるぐらいに気に入ってます。もうね、これは素晴らしい、それしかもう言いようがございません、はい、しかも距離はそんな変わってないけど、山頂標識があるところとこの最高地点とでちょっと景色違うんですよ。ここからだとここ全部実は歩けるんですよ。もっと時間があれば今日も歩けたんだけど、まあ、今日はもうここまでで折り返しますけれども、実はこの先もずっと縦走路が続いていて、石狩だけを縦走することも可能です。ちょっと今度の課題ね、ちょっと大縦走いつかしたくて、北海道で、まあ、この地域を念頭にね、ちょっと考えようかなと思います。ではではもう一度景色をちょっとお届けします。もうここ綺麗すぎて正直帰りたくないし、もう帰れないの、綺麗すぎて。なんだか帰らなきゃいけないからね、帰らなきゃいけないからね。で、稜線は続くんだけど、まあ、我々はこの最高地点まで歩いてもう帰ります。ではでは、最高すぎる石狩だけではありますが、ぼちぼち山頂に向かって下山を開始します。いいでしょうこの景色。そろそろ下ります。というわけで時刻は、2時55分です。標高はおよそ 1100m です。山頂は 2000m 弱あるので800近く落としました。ちなみに言うと山口の標高は、800m なので、あと 300m ぐらい下れば登山口です。最後は少しまっすぐ歩く箇所もありますけど、まあ、そんな長くもないし大変ではないかなと思いますけど、やっぱり下山が早い人と、もう少しゆっくりな人いるから、2組に分かれて今降りてます。と2人3人でって感じで降りてます。はい。で、あと40-50分で登山口着くかなっていうところでございます。で、本当にきついですね、この登山道は。もうきつくてきつくて仕方がないんですけど、やっぱりね、上に行けば天気さえ良ければ報われますから、まあ、後悔はゼロですね。ただ次この山に来るときは別のコースから歩きたいと思いますっていうのはあります。もうこのシュナイダーはいい、もう1回でいい、皆さんこれ1回体験すればもう十分だっていう感じです。では残りの 2.5 キロも気をつけて降りていきます。で、登山道これなんですけど、迷う箇所はないんですけど、やっぱこの登山道ってそんな大昔作られたような感じではないので、まだね、なんかこう、なんでしょう、収まってないというか、そんな感じがします。でもここまで来れば歩きやすくなってます、ようやくね。ちなみにどうでもいいんですけど、これ、シャクナギ咲いてますね。はい。綺麗ですね。ではでは、降りまーす。15時15分になりました。一応、下山自体はこれで完了ですけど、あとはね、2キロぐらいこの道を駐車場まで歩く感じです。ちょっとしたアップダウンはありますけど、基本は下りですね。ちょっと下れば駐車場着きます。大丈夫？
というわけで我々は無事に降りることができました。9時間半ぐらいかかりましたけど、まあ、今回ね3時間ぐらい済んだ気はします。山頂と山頂手前のところと最高地点とまた山頂とあとは最後川沿いでも休んでかなり休みました。で今日の感想は2つ、山は最高、シュナイダーコースはやばいですという2つでしょうか。やはり上はめちゃくちゃ綺麗です。想像以上で、私が自分の100名山作るとしたら必ず入れます。もう50名山だったとしても石狩だけは入れます。ただしこちらのシュナイダーコースはとってもきついです。上りも下りもどちらもきついです。ずっと狭くて急傾斜で全身を使わないと登れません。もう本当にね、自信のない方にはおすすめできないコースになります。もう一つね、オトフ系っていう山を経由したコースがあって、ちょうどここの同じ車所から行けるんですけど、そこの方がもう少し穏やかかなとは思いますが、私まだ行ってないから何とも言えないですというところでしょうか。今日はね、楽しかったですね。楽しかったんですけど、本当にみんな疲れて大変なので、そろそろ車に戻ってお風呂にでも行ってきたいと思います。では今日はこの辺りまでです。石狩最高でした。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。バイバイも疲れた。眠い。